5月31日は、グレゴリオ歴で年始から151日目にあたり、年末まで、あと214日ある。5月の最終日である。チンギスカンの生成、カルカカ藩の戦い南北戦争、セブンパインズの戦い第一次世界大戦、ユトランド沖海戦始まるン空協定締結。 満州事変の終結日韓共催のフィファ、ワールドカップ開幕ポルトガルに絶対王政を、確立した、幸運王マヌエル一世誕生詩人、ウォルト・ホイットマン誕生。新選組副長、肘方歳三を誕生俳優、映画監督、クリント・イーストウッド室町幕府第三大将軍、足利義満、旧市画家、ティントレット・ボツ。 画像は、スザンナの水浴古典派を代表する、作曲家、フランツ・ヨセフ・ハイドンボツ。ピアノ・ソナタ第62番より第一楽章を聴く、数学者エバリスト・ガロア、決闘で死亡。キリスト教のエリザベト訪問。画像は、ジャック・ダレーガ。ありがとうございます。